旧仙境尋常小学校校舎は、岡山県真庭市にある歴史的建築物。日本の学校建築の設計基準が確立した、明治後期における独特な擬様風校舎として、国の重要文化財に指定されている。江川三郎八の設計。1907年に完成した2階建ての木造建築で、玄関と職員室、講堂からなる中央棟の東西両翼に教室棟が伸びる左右対称型。中央棟はマンサード屋根に玄関左右を前面にせり出した上に置いた破風2つを組み合わせ、さらに正面中央に高背舟をかたどった校章の入った丸い屋根窓がある複雑な構成があったが、昭和の戦時中に鉄類として供出したため今はない。妻壁はベネツィア窓風の格子窓で飾られている。2階の講堂は洋風の二重折り上げ角天井で、鏡板は無節の檜柾板。廊下は分厚い松材との板壁は全面無節の杉材と、建築材はえりすぐったものを使用し、軒下の壁を新壁として化粧筋貝を組み込んだり、床下換気口をくさび型のレンガでアーチ型に積むなど、細部にまで多数の建築意匠が施されている。要した約18,000円の工事費は、当時の久世町予算の3倍、近い巨額なものであった。1990年に移転するまで校舎として利用されていた。現在は、文化施設、久世エスパスランドの付属施設として、かつての教室は図書室、展示室、職員室は会議室、講堂は集会室、校庭は屋外展示場に供されている。アーチ型床下換気口国、指定文化財等データベース、旧仙境小学校校舎岡山県北の生活情報アットタウンウェブマガジン。2019年6月18日閲覧。ありがとうございます。